今日は無理なくダイエット、おやつ太らない選び方についてご紹介します。多くの人がダイエットでつまずくのは食事制限が厳しすぎることですが、実はおやつ選び次第で健康的なダイエットが可能なんです。なぜおやつが重要なのかについて考えてみましょう。おやつは適切に摂取することで代謝を活性化し、空腹感を抑える効果があります。つまり、おやつを適切に摂ることで体内のエネルギー消費を維持し、食事間の空腹感を和らげることができるのです。ここで重要なのは適切なおやつの選び方です。間違ったおやつの選択をしてしまうと、逆に健康やダイエットに悪影響を及ぼすことがあります。例えば、高カロリーで栄養価の低いおやつを摂りすぎると余分なカロリー摂取につながり、体重増加や健康リスクの増大につながる可能性があります。糖分や脂肪分の多いおやつを選んでしまうと、血糖値の急激な上昇や脂質代謝の乱れを招くことがあります。おやつを上手に取り入れるためには適切な選択が欠かせません。次に、おやつ選びのポイントを見ていきましょう。おやつを選ぶ際には以下のポイントを考慮することが重要です。おやつに含まれるカロリーを注意深くチェックしましょう。低カロリーのおやつを選ぶことでダイエットを支援することができます。ただし、カロリーだけでなく栄養価も考慮することが重要です。おやつにはバランスの良い栄養素が含まれていることが望ましいです。特に食物繊維やタンパク質を摂取することで満腹感を持続させることができます。これにより間食を減らすことができ、食事量をコントロールしやすくなります。食物繊維やタンパク質はおやつに含まれることで満腹感を与え、食欲を抑制する効果があります。食物繊維は野菜や果物、全粒穀物などに多く含まれています。一方、タンパク質はナッツ類、低脂肪の乳製品、豆類などから摂取することができます。これらの栄養素を意識的に取り入れることで健康的なおやつ選びができます。おやつを選ぶ際にはこれらのポイントを押さえて、バランスの取れた食事を心がけましょう。健康的なおやつ選びはダイエットや健康への大きな一歩となります。そこで、低カロリーで栄養価の高いおやつの代替品や簡単なおやつのレシピをご紹介します。これらを活用することで健康的なダイエットをサポートすることができます。新鮮なフルーツには豊富なビタミンや食物繊維が含まれています。例えば、リンゴやベリー類は低カロリーでありながら満腹感を与えてくれます。ナッツ類も良い選択肢です。ただし、適量を守ることが重要です。低脂肪で高タンパク質なギリシャヨーグルトに少量の蜂蜜を加えることで甘さをプラスします。これは満足感を得るために最適な選択肢であり、さらに消化器系の健康にも良い影響を与えます。人参やセロリ、キュウリなどの野菜を細切りにして低脂肪のヨーグルトにハーブを加えてディップとして楽しむことができます。野菜は低カロリーでありながら食物繊維が豊富で、ヨーグルトはタンパク質を含んでいます。全粒穀物のクラッカーやライスケーキにアーモンドバターを塗ると満腹感を得ることができます。アーモンドバターにはタンパク質や健康的な脂肪が含まれており、エネルギーを持続させるのに役立ちます。卵はタンパク質が豊富でありながら低カロリーです。ハードボイルドエッグは持ち運びにも便利であり、おやつとして最適です。これらの代替品やレシピを活用することで、おやつを楽しみながらも健康的なダイエットをサポートすることができます。おやつ選びを通して健康的なダイエットを実現しましょう。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。